美しい世界を守るために戦うよ。魂の不安がある行動を開始しよう。歩いた人に。なんだよね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。リタ、確かあなたは昨日情報共有の任務でヨルムンガンド本部に向かったんですよね。まさか主教様は途中であなたを呼び戻したんですか？その通りです。そういう任務は同行していた事務員に任せればいいと大主教様にそう言われました。少し違和感があります。自分の玉鋼の体を壊すだけでしたらそこまでする必要はないかと。おじい様は一体何を企んでいるのかしら。テレサ様、デュランダル様、大主教様は先ほど旅のお話をされましたね。ええ、カレン・カスラナを探すと言っていました。私が呼び戻された際に大主教様はそのお話をしていました。空の律者と第二の神の鍵に対する長期的な研究に少し前の世界の泡での実験を加え、彼はすでに唯一死んだものを生き返らせる方法を見つけたと。その件なら長光が教えてくれたわ。おじい様が辞任したのは過去に戻って聖女カレンと再会するためだって。長光様は大主教様の様々な計画の執行者です。彼女がそう推測したのも当然でしょう。ただ辻褄が合わないところがあるんですか？はい、とても。もし大主教様が一人で時間を逆転するという偉業を成し遂げられるのでしたら、今彼がしていることはあまりにも大げさではないかと思います。辞任を発表することも、律者コアの回収場所として旧本部を指定したことも、もう一人の彼を殺せと私に命令したことも、今までの大主教様の計画と比べると必要以上に目立っていて違和感を覚えます。それに私に殺せと命令した時こうおっしゃっていました。テレサが律者コアを回収した後、僕が話したことを全部彼女に教えるといい。だから余計違和感を覚えたのですね。はい、普段の大主教様らしくありません。もし律者コアの回収と彼の旅が何の関係もないことでしたら、彼にとって比較的重要ではないことに必要以上の精神と表現欲求を出したことになります。確かにそうね。おじい様はいつも大げさに物事を進めるけど、肝心な時はコストや効率を重んじるタイプよ。つまりリタ、それは律者コア回収の件と主教様の旅に何か密接な関係があるということですか？そういうふうに動かなければならないほど。そういった合理的な疑いを持った方が一番大事だと私は思っています。何せ大主教様の旅は何を代価にしているか誰も知りませんから。もし彼がカスラナを探すこと
彼の人生を動かす核心の力でしたら、今まで彼が経験してきたことを考えない気がさせ、例えばストラライズ社第の神、2012年にデュランダム様と私が死んだ探索も含めて、リツシャコアの研究をしている時、その面に色付けのようにレゲゲトロク博士たち伝えたい恐怖は、けど今一番大事なのはやっぱり支配のリツシャのコアの処置を、そして可能なならそれをうまく利用したいわ。確かリツシャコアを持つ深さ、キアナさん、それからブロンダさん、彼女たちは支配の影響を受けましたね。いろいろあったけど、ようやくそのリツシャコアを手に入れた。今こそそれらの一連の事件を終わらせる時よ。全部ここに、私たちの心の中にある。行こう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。審判の時は来た。私の番、文句はないよね。私の火はまだ消えない。やっぱり目覚めてないのかい。ええ、それに症状がとても不安定ですの。このままでは。どうやら黒煙白火の効果を試すしかなさそうだ。シャニアティ一族の方にお願いするですの。いや、今のシャニアティ一族の血はあまりにも薄く、僕より黒煙白火を使いこなせるとは思えない。彼女たちにできもしないことを強要するより、僕自身が使った方がいい。これは、主教様の声。黒煙白火を使って、サシャという人の怪我を治そうとしているみたいね。周りに他の時空情報はないか、見てみましょう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。黒煙白火の力をコントロールできなかった。先生でも。すまないベラ、できる限りのことはした。だが僕は何もできないんだ。先生、それは違います。あなたは他人が背負おうとしない責任を背負っただけですの。それでは何の意味もないだろう。僕は彼女を守る、自由を与えるとカレンに約束したのに。ベラ、僕は役立たずだ。どうやらあのサシャという女の子を助けられなかったようね。あの人はきっと主教様にとって大事な人なのでしょう。こんなに落ち込んでいるところなんて見たことがありません。さあね、もしかしたら500年前の彼にはまだ人間としての感情が残っていたのかもしれないわ。あ、
測定器によるとこの辺りにもう一つ情報ポイントがあるはずよ。もう少し探しましょう。行こう。はじめまして、未来のあなた。私はベラ、あなたの先輩ですの。先生曰くこの結晶を使えば声の記録ができるとのことですの。だから声を保存して黒煙白化をちゃんと使いこなせるあなたにプレゼントしたい。私たちの時代では天命に内戦が発生したばかりですの。私の先生オットー・アポカリプス神父は革命軍を率いて邪悪なマサイル司教に勝ち天命を変えたのですの。けど正義の戦いに勝ったからといって私たちも円満な結末を迎えられたわけではないですの。この戦争で聖ミシェル修道院のみんな、私を含めて28人が前線作戦に出て、そのうち3人が最後の勝利を見届けることができませんでした。フランチェスカ、アレシャ、それとサシャですの。あなたのような他人を治癒できるヴァルキリーがいたら、すべてが変わっていたかもしれないですの。でも、先生はすごいことを教えてくれました。準備ができたから戦うんじゃない。戦うために準備をするんだ。この世界には避けられない戦いがある。そうなってしまった時に、私たちの手にあるものが、私たちの武器ですの。邪悪なマサイル司教は崩壊を服従させられるかもしれないけれど、最終的に勝利したのは正義と民の心を理解している私たちですの。とにかく分かってほしいですの。私たちはあなたの才能が羨ましいけど、あなたの才能を過度に望んだりはしません。あなたには未来の戦場で心の重荷を下ろし、あまり自分にプレッシャーをかけないでほしいですの。あなたに特別なプレゼントを用意して金庫に置きました。パスワードは281491。気に入ってくれると嬉しいですの。これは500年前の黒煙白化の所有者へのメッセージなのでしょうか。私が天命の歴史を間違えていなかったら、そのメッセージの受け取り人は、おそらく、リアーナ・ブリガンティアだと思うわ。彼女が黒煙白化の所有者になるまで、この神の鍵は、長い時間誰も使用していない状態だった。では、過去のリアーナさんは、本当にベラさんのプレゼントをもらったのでしょうか？そんなの私がわかるわけないでしょ？けど、確認したいなら方法はあるわ。本当ですか？運次第というところかしら。つまり、その金庫が今でもあるのかどうかは、この辺りを探せばわかるわ。ここは全部ここに、私の心の中にある。退屈を感じることはあるんだけど。私の番ね。本当に金庫がありました。では、281491。あ、開きました。何が入ってるの？そうですね。封筒と、象牙で作られた櫛でしょうか。封はされていませんね。中に手紙と、少し色あせた写真があります。写真？待って、この写真、リアーナ？未来のあなたへ。あなたがどんな状況でこの手紙を読んでいるかはわからないけれど、きっとあなたが素晴らしいヴァルキリーであることを私は信じているわ。かつて私が黒煙白化の使用資格を手に入れた時、主教様は長年閉じ込められていた金庫を私に渡した。金庫の中にあったのは1491年からのプレゼント。
夫をベラ様が作った櫛だった。彼女は未来のバルキリーたちにこう伝えたかったのだと思う。あの戦火に包まれた時代には苦しみや犠牲だけがあったわけではない。あの時代を生きた彼女たちには美しいものへの憧れもちゃんとあった。そのプレゼントをいただいて私はいろいろ考えた。すでに亡くなった前人たちは生身の人間としてちゃんとこの世界に生きていた。私は初めてそう意識した。彼女たちにも日常生活があって喜怒哀楽があった。彼女たちはただそのすべてよりも自分が果たさなければならない使命を選んだだけ。だからそのことに気づいた私はあなたのためにプレゼントを残そうと思ったわ。それを見たとき私もあなたと同じくこの世界でちゃんと生きていた。あなたと同じようにサボりたい日やうぬぼれたりする日があるってそう気づいてほしい。私の生きた時代はあなたの時代とは少し距離があるけれど、それ以外私たちの本質には何の違いもないわ。優秀なバルキリーになると同時に自分の生活を愛しなさい。そうする価値があるのだから。リアーナ・ブリガンティア、1848年2月23日追伸。夫ベラ様の櫛は最近うっかり壊してしまったから代わりに私の櫛を入れておいたわ。これが手紙の内容です。彼女は本当に優しい人ね。そう思わない？ごめん、その言葉しか思いつかないわ。彼女は本当に本当にすごくすごく優しい人だったから。その伝わってるかどうかわからないけど、ごめんなさい、少し時間が欲しい。言葉を整理したらちゃんと話すわ。私の番だね。行動を開始しよう。